通い始めて、うん、2週間ぐらい経った頃から、うん、スカートがちょっとこう緩くなってきて、久しぶりに会った友達とか、うん、あと親とかにもなんかお腹周りとかスッキリしたねとか、うん、全体的になんかスッキリした気がするっていうのを言われるようになりました。食事制限は昔より逆に食べるようになった気がします。タンパク質を取るようにって言われて、うん、お昼とかをあんまりこう食べないようにっていう風にしてたのを、うん、逆に食べた方がいいんだなと思って、うん、肉とか魚とかをちゃんとメインに入れるようにっていう分、うん、はい、こうなんかちょっとこう悩んじゃう時とかで結構気にしちゃってた時とかあったんですけど、昔はそういうのもなんかヨガ来てちょっとやってるとなんか忘れちゃうじゃないですけど、あんまりこうくよくよ悩まないじゃないですけど、ですね、あと体力がつきました。おお、なるほど、うん、階段とか駅の階段とかずっと使いたくなかったんですよ、うん、もう極力エスカレーターエレベーター探したのを階段でそんなに辛くなくなったっていう、うん、その階段登ってきた時とかに結構息切れとかしてても大丈夫になったとか、最初通い始めた頃に、うん、スクワットをしようとするとどうしてもかかとが浮いてしまってたんですけども、うん、それがレッスンを重ねるうちにちゃんとかかともついて、うん、正しい姿勢でスクワットもできるようになりました。時間も45分とかで短いんですけど、うんうん、思ってた以上に効果が出てるなっていうのを感じるところですね。うんうん、